こんにちは、カウンセラーの山本恵美です。今日もまたレス解消についてのお話をしようかと思います。でですね、今日はですね、またメールの2日間でね、解消できた方から本当にありがとうございましたみたいな、実はもうめちゃめちゃすごい悩んでて、でもなんか本当1週間前地獄だったのに、なんかこんな幸せになれるとは思いませんでした。で、今まで下着を買ったり、彼に尽くそうと頑張ったり、部屋の模様替えをしたり、ごめん笑っちゃってなんかあったかなと、なんかそういうねことが書いてあったんですよ。部屋の模様替えしたり、下着買ったり、何だったかな、忘れちゃった。とりあえずね、そのレース解消にはこれがいいっていうことはとりあえずいろいろやってみたと。でももう全然解消しねえじゃんと。でも本当にもう瞑想してたっていうか、でなおかつも優しくしなきゃいけない、責めちゃいけないと思えば思うほど責めちゃって、責めちゃうっていうか、そう苦しくなって、私って嫌な女だなって思ってたみたいな感じだったんですよ。でそのなんか泣いたりとか、あ家出したりとか書いたとかな、1週間家出したりとか、もうとりあえずなんか脅し作戦とかもいろいろ使ったらしいんですよね、セクシー作戦とか。でもまあとりあえず全然まあ解消しねえと、でもダメなのかなみたいな、結婚しようって言ってたのになみたいな、悲しいみたいな感じだったらしいです。でもなんか私がそのブログを書くことによってで、ね、その読んだだけで、まあ、また、断られたらどうしようっていう恐怖はあったけど、やってみたらうまくいってびっくりしたみたいな。もちろんそのセックスレス1回したぐらいじゃね解消とは言えないけど、でももうすごい全然自分のことが前向きになったし、まあ、自分のその人生の見方が前向きになりましたみたいな感じだったんですよ。でなんでそのググっても解消しないかって、3つ私は理由があると思って、まず1つはセックスレスは本当に氷山の一角でいろんな問題を隠してあるんですよ。で今回の彼女には私はそのちゃんと自分から、セクシャリティを求めるとか、そういうテクニックとか、まあ、若い人でしたし、彼の反応とかから見てこれがいいんじゃないかといくつか、しました、いくつか提案しました。で、まあ、その中でこれがいいんじゃないかってやった。で本当にね、下着がセクシーな下着がうまくいく人もいれば、離婚届がうまくいく人もいます。でも人によって本当に千差万別なんですよ、状況とか環境とかって。だからなんかチツトレすればなんか女性性が上がってうまくいきますよとか、まあ、自分のチツのことを知るっていうことは大切だとは思うんですけど、なんかそれがセックスレス解消にはならないっすね、はっきり言って。もちろんそのチツトレとか骨盤底筋の話っていうのはすごい大切な問題で、そういうね自分たち のアナトミーを知るっていうことは大切なことなんですけど、それがセックスレスを解消するかって言ったらまた別の話なんです。でだからまずその解消方法がもう人によって全然違うっていうことなんですよ。でもそれを一般論としてやっちゃうっていうことに対する問題があるわけです。だからなんかこうセックスレス解消はこれなんて言えないんですよ、人によってほんの違う。だからカウンセリングとかもうなんか しようよっていう話なんですよね。それは問題は違うから、その原因は探らないとわからないみたいなところがあります。で私はですね、実はすごい勘が鋭いというか、まあ、ある程度その人のことが見えるのがあって、それはメールとかでも連絡してくれると大体見えますから、そういうちょっと特技を使っている部分もあります。あこういう感じなんだろうなみたいな、なんでわかるんですかとか言うんだけど、実はそういう特技をちょっと持っているところがあって、まあ、これを言うとちょっと怪しいんで、まあ、経験値と言っていただければいいと思うんですけど、いろんな人と話しているので、その人の悩みとか問題の原因とかを追求して見ることが簡単にできます。これはもうカウンセリング受けてくれた人はみんな分かってくださっているというような形ですね。だからその人の問題が分かんない、もやってるから解決方法が見つからないです。だから、この人の問題じゃなくて旦那さんが立たない問題なんだなって思ったら、それはっきり言ったりとかすることもあるし、あなたの問題じゃないんだよっていうことを伝えます。だからまあね、
別れる人もいるし、まあそのいろいろですね。で2番目、Google に載っているものは基本的には、皆さん無料でなんか勝手に来てるいい情報だと思いがちじゃないですか、新聞とかと一緒で。いやいや、 Google の情報は全て商品です。これはもう私がね、マーケティングを学んだ上でもですね、何かを売りたいから記事があるわけですよ、基本は。だから目を引くものであったり、だから例えば断捨離だったら断捨離セックスですとか、風水セックスですとか、もうね、何でもいいわけ、そんなの。基本はだから商品を売りたいから、記事があると思った方がいいですよね。だからセックスレスだったら占いとかさ、なんかそういうのセックスレスよく出てくるやん。全部商品売りたいからですよ。だからリビドー香水もそうだし、なんかキツトレマッサージの機械もそうだし、私はカウンセリングです。でみんなそれをね、なんか本当に聞くかと思うんだけど、まあ、私のカウンセリングの場合はその人によって、まあ、リビドー香水がいいな、リビドー香水をおすすめしますが、なんか、まあ、私はそういうことは基本商品とかあんまりおすすめしてないっていうのは、まあ、そこら辺はね、ちょっとやり方、私の場合はだからその感染が必要な人に、情報が届いてほしいということで、まあ、多くの人にね商品を買ってほしいということではないんですけど、そのために私はこういう知識を持っていますということでレッスンの情報を発信したりとかもしてます。もちろん好きだからっていうのもあるんだけど、で、そういう意味ではですね、基本みんな商品を売りたいからです。それは私もそうだし、占いもそうだし、購入、手術もそうですね。胸を大きくしたらリフテス解消しましたとか、あとなんか本当にモナリザタッチとか、いろいろ世の中にはいろんな商品があるんですけど、全部何か経済的何かを与えるためです。だからダイエットとかそれ、だからそれは皆さんちゃんと分かった方がいいですよね。で3つ目、これはですね、基本なんで、解消しないかっていうと、本当のセクシャリティっていうのはタブーが多いんですよ、本当に。で本当の真実を見ようとしないからなんです。で彼女も言ってたんですけど、すごい怖かったですっていう、その彼にねアプローチ、自分からかけるの怖い、なぜならセックスをもう自分から求めて断られるっていうことは恥ずかしいことで、女性がそうやって性欲が強いのはダメなことみたいなのがね、やっぱ世の中にはあるんですよ。だから傷つくんですね、そこで。でそこでみんな自分の欲望を見ないから、40になってセックスレスって恥ずかしいんですか、変態なんですかみたいなの来るんですけど、あとなんかよくあるのがグループカウンセリングしたいけど顔出ししたくないとか、みんなすごい隠したくなんですよ、セックスレスのことね。ということは自分の本当の欲望に嘘をつき続けてるんです。これ本当にナチャルズで、だからセックスレスだけじゃなくて他の欲望も絶対嘘をついてるはずなんです。でじゃああなたの旦、そのすごい好きな愛してる彼がもし立たないとしたら、あなたは一緒にいるんですかっていう話なんですね。そしたらそこで本音を出せるのか出せないのか、でも愛してるしって、愛してるんだったらもうそこで悩まないはずじゃん、愛してるんだからセックスできなくても。でもそこで悩むっていうことは自分も欲望があるんです、性の快楽を味わいたいとか、愛を味わいたいとか、セックスって。でもそういうものに、性に対しての愛情とかに対するブロックが大きすぎるから本音を見ないですよ。でそこにはやはり、まあ、恥ずかしいとかもありますよね。自分が魅力がないからとか、愛がないから私求められない、いやいやだから違うから、その性欲の問題だったら、やっぱ性欲の高い人と結婚したりとか一緒にいた方がいいわけですよ。そういうものが大切ならだよ、別になんか大切じゃなければ別にそんなのは大切じゃないからいいんだけど、それがほらお金持ちの人と結婚したらもそうだし、多分性欲が強い人とかもそうだし、なんだろう、スペックが高い人とかもそうかもしれないし、でもねそこね、みんなね最初お金スペックとかやってセックスをね最後に持ってくる、
だから結婚した時にそうだったけど、今になって悩んでますとかいうのはそういう人が多いよ。だからちゃんと欲望は、欲望とか自分の望みとかは子供じゃないんだ、赤ちゃんじゃない、小学生じゃないんだから、性欲あんの当たり前なんですよ、人間なんて。なんかそれをね否定し続けちゃうから、やっぱりググったぐらいじゃあのセックスレスは解消しないことが多いよねっていう話なんです。ということで今日もなんかちょっと説教みたいなんですエロいおばさんの説教みたいということで今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。